始まったな。始まりましたね。今回は野球ゲームのシリーズ作品、甲子園シリーズの、ファミコンとスーパーファミコンで発売された作品のホームラン集だぜ。最初はファミコンで K アミューズメントリースから発売されたシリーズ最初の作品、甲子園、だぜ。今流れているオープニングを見ていて大体察しているんだけど、高校野球をテーマにした作品なのかな？そうなんだぜ。シリーズを共通して、高校球児の誰もが憧れる全国高校野球選手権大会の優勝を目指すものとなっているぜ。そしてその大会の会場が甲子園球場であることから、大会名の通称として認知されている、甲子園、という名称を作品名にしているのね。多くの人が、甲子園、と聞くだけで高校野球を連想できるから、わかりやすいゲームタイトルだよな。では、そろそろゲームに移っていきましょうか。じゃんけん、何をしているの？先攻後攻を決めているぜ。勝った方がどちらにするのかを選べるんだぜ。なんだか可愛くて面白いわね。どちらも気合が入っているわね。頑張れ。デフォルメされた高校球児っぽいグラフィックも応援したくなってしまう要素だよな。大きい当たり。当時あったラッキーゾーンも再現されているわ。入った、ホームラン。応援に来たスタンドの観客の皆さんも喜んでいるな。みんな喜んでいて、嬉しい演出ね。時代は進み、この頃の家庭用ゲームのメインストリームはファミコンからスーパーファミコンへ移っていたぜ。そして甲子園シリーズもプラットフォームをスーパーファミコンに移したのね。この作品は K アミューズメントリースから1992年に発売された、甲子園2だぜ。さすがスーファミ、オープニングの演出のグラフィックも綺麗になっているわね。データもゲーム内容も充実して、チームも約4000校から選べるように、大会も地方大会からできるようになったぜ。自分の出身校っぽいところを選んで地方大会から甲子園優勝を目指すなんていう、感情移入できて夢のある遊び方ができるようになったのよね。ハード性能が上がったからかファミコンと比べ演出の一つ一つもかなりパワーアップしてるな。選手のグラフィックもかなりリアルになっているわね。1994年に魔法株式会社から発売された、甲子園3だぜ。発売元が変わったのね。そうみたいだな。ここからのシリーズ作品は今に至るまで魔法株式会社から発売されていくぜ。グラフィックの雰囲気が結構変わったわね。前作は実写寄りだったが、今作は若干アニメ寄りにデフォルメされているな。1995年に魔法株式会社から発売された、甲子園4だぜ。前作からグラフィックが大幅に変わっているわね。システムも刷新されていて、ファミスタライクな操作から、パワプロライクの操作に変わっているぜ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。コメントもよろしくだぜ。